ジェームズ・モンテネズ・ワイズマンは、アメリカ合衆国、テネシー州ナッシュビル出身のバスケットボール選手。NBA のゴールデンステート・オーリアーズに所属している。ポジションはセンター。2019年8月、肩の負傷により、バハマのナッソーで行われるシーズン前のエキジビションゲームに参加できなかった。また10月には、足首の毛が多い、シーズン直前の2試合に出場できなかった。 11月5日、サウスカロライナ州立大学戦にて、シーズンデビューを果たし、22分間出場、28得点、11リバウンド、3ブロックを記録し、試合は97から64で勝利した。11月8日、ワイズマンは、メンフィス大学入学前に、HC のペニーハードウェイから11,500ドルを不正に受け取っていたことにより、 全米大学体育協会より12試合の出場停止処分を受けた。2019年12月19日、メンフィス大学を去り、2020年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明した。アルゼンチンのフォルモサで開催された2017年の FIBAU16 アメリカズチャンピオンシップに出場し、平均11.4得点と5リバウンドを記録した。 2018年のフィバ U17 ワールドカップには負傷したため参加できなかった。ありがとうございます。